い、並んでいますね。棚子屋さんの、はいはいはい、皆さんがたくさん並んでいますけれども、はいはい、本日織姫隊このイベントたくさん盛り上げさせていただきますので、最後まで皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは、続いての曲お届けいたします。私たち一ノ瀬仙台織姫隊の名前は七夕の織姫様から名前をあやかっています。織姫様と彦星様は天の川を隔てて年に一度だけ会うことが許されています。ですが台風や大雨などの災害で天の川が氾濫してしまうと、その年二人は会うことができません。会うことができない二人は悲しみの涙を流しました。その涙を流させた雨のことを催涙雨と言います。自然災害に翻弄される人間の切ない楽曲をお届けいたします。それではお聴きください。催涙雨、アルタイルのテーマ。Thank you.
stay. I would only be in your way. So I'll go, but I know I think of you every step of the way. And I アルタイルのテーマ、そして I will always love you お届けしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで本日の出演メンバーの自己紹介をさせていただきます。はい、じゃあそれではまずせいかちゃんから。はい、はい、織姫隊のゲージ
の女神織姫対サブリーダーのせいかです。皆さんぜひせいちゃんって呼んでください。せーの、せいちゃん。ありがとうございます。今日は、晴れて本当に良かったなって思います。あの私たちのこのステージから見える景色がとっても綺麗なんですよ。綺麗だね。なので私はあの織姫隊の芸術の女神、絵を描くことが得意なのでこの景色を描きたいなってすごく今思ってます。よろしくお願いします。イエーイ。それでは続いて、はい、続いて、ちっちゃい目目、ちっちゃいお鼻、ちっちゃいお口、ちっちゃいけど世界一のビッグアイドルミキです。ぜひミキチュンって呼んでください。せーの、ミキチュン。ありがとうございます。今とっても美味しそうな匂いがしますので、するね、はい、もう食べたいのでぜひあの皆さんもぜひ食べてみてください。よろしくお願いします。イエーイ。続いて、はい、あなたの心ハートキャッチスマイル、織姫隊リーダーのみほです。ぜひ皆さんみぽりんって呼んでください。せーの、みぽりん。皆さんありがとうございます。イエーイ。あのおがつの皆さんにまた会うことができてとっても嬉しいです。今日は皆さんで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん今日は織姫隊の名前覚えてぜひ帰ってください。お願いします。お願いします。はい、私たち道の駅仙台織姫隊はさまざまな復興支援活動をこれまで行っているんですが、その中の一つで農業復興支援プロジェクトの一環でお米を作りました。はい、その名前は環境保全米、幻のささにしき織姫米です。イエーイ。今みっちゅんが持ってくれているこれです。こちらが織姫米になります。はい、2016年に JA 宮城とめ青年部さんとコラボをして作ったお米です。はい、はい、先日9月23日に今年で7回目となる織姫米の収穫に行ってきました。はい、行ってきました。はい、宮城県登米市、はい、米山の田んぼで毎年作っているお米です。はい、本日はこの織姫米、はい、新米をですね、はい、この1回目のホタテじゃんけんが終わった後の、はい、織姫隊のチャリティーグッズの販売募金活動の際にこの織姫米を販売いたします。はい、食べても美味しい織姫米、はい、環境保全米ですから、はい、環境にも、そして体にも人にも優しい織姫米です。はい、とっても美味しいお米ですので、はい、ぜひ皆さん、ゲットしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いては、はい、この織姫米のテーマソングがあるんです。はい、続いてはそのテーマソングをお届けします。ぜひ皆さんお米の形を手で作って一緒に振りをやっていただけたら嬉しいです。お願いします。ちょっとプチュって潰すと織姫米の形になります。はい、 ありがとうございます。それではお届けします。道の駅仙台織姫
ありがとうございます。一ノ瀬仙台織姫舞お届けいたしました。皆さん一緒にお米のポーズやっていただきありがとうございます。それではお届けします。宮城元気一のテーマソングです。どうぞ。経過しました。そして新型コロナウイルスが世界中に蔓延して3年の月日が経とうとしています。この感染症がいち早く収束することを織姫隊が心から願っています。そしていつまでも私たちが災害に強い私たちでいるために、皆さんとこれからも一緒に防災や減災一緒に学んでいきたいですし、織姫隊はこれからも震災伝承の活動を頑張っていきたいと思っています。また今世界中ではウクライナやロシアその他の国々で戦争やテロ、飢餓、悲しい出来事がたくさん起こっています。そのような悲しい出来事が日々当たり前にあってはいけない、織姫隊はそう強く思っています。
これからも皆さんが、世界中が、地球の皆さんが笑顔で元気に暮らしていけますように、そして五月の皆さんがこれからも笑顔で元気に暮らしていけますように、そんな願いを込めて続いての曲をお届けします。はい、この最後の曲ですね、サビの部分で、オリメタイ手話をしながら歌っています。ぜひオリメタイと一緒に皆さんも手話をぜひ一緒にやっていただけたら嬉しいなと思います。今からちょっとやりたいと思うんですね、はい、皆さん手を出してください。はい、両手でやりましょう。ありがとうございます。歌詞ですね、Sing for you という歌詞があります。あなたのために歌う、この歌詞をあなた、あなた、あなたを指して、左手を右手を人差し指で指します、はい、これであなたのためになります。そしたら Sing for you 歌うはチョキを出してキュッキュッ、頬の横でキュッキュッとします。はい、これであなたのために歌うとなります。はい、はい、ありがとうございます、はい、そして続いて Smile for you、 あなたのために笑顔になる、あなたのために笑う、こちらはあなたのために、ここまでは一緒です。はい、そしたら頬の横でキュッキュッつまんでください、笑顔。はい、はい、そうです、キュッキュッとやってください。はい、で、あなたのために笑うとなります。はい、一回練習してみましょう。はい、いきますよ、せーの、 Sing for you、 もう Smile for youが繰り返し何回も出てくるので、皆さんも一緒にやりながら歌って最後の曲をお届けしたいと思います。はい、それではお聴きください。 Sing for you
祭の第1回目のステージは終了となります。